こんにちは、デリシュキッチンです。おろしポン酢うどんを作ります。まず耐熱皿にうどん2玉を用意し、ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで袋の表記通りに加熱し、流水で粗熱を取って水気を切りましょう。ささみ2本は酒大さじ1をかけ、塩コショウ少々を振ります。ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで1分30秒加熱します。ラップをしたまま粗熱を取り、食べやすい大きさに裂きましょう。大根 120g は皮を剥きます。その後すりおろしましょう。貝割れ1/2パックは根元を切り落とし半分に切ります。ボウルに水 400cc とポン酢 100cc、 和風顆粒だし小さじ1、ごま油大さじ1を入れ、ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで1分30秒加熱します。取り出してかき混ぜましょう。粗熱が取れたら冷蔵庫に入れて冷やします。器にうどんをのせ、ささみをのせます。大根おろしと貝割れをのせましょう。温泉卵2個を割り、計2食分作ります。仕上げにポン酢つゆをかけて完成です。以上、デリッシュキッチンでした。